それでは今日のレンタルサクチャレは投手でやっていきます。でデッキの方なんですけれども、割とダイヤのエースキャラで固めました。まあ、全員ダイヤのエースキャラでね固めたかったんですけど、そうするとねメンタルのタックが組めなくて、でメンタルのバックアップレベル1っていうのはねさすがに厳しいと思ったので、一応メンタル要因としてなんだっけ、読めないけど夢白兄弟のうちのどっちか入れてます。であと沢村、別バージョンが使えるようになってますので、少し見ていくとコツはこんな感じ。もうちょろっとしか見ていかないです。得意練習は、スタミナと変化球の2種類持ちになってます。でタックが高いですね。あのタックが最終的に45だと、100まで伸びるし、で固有で練習効果アップで、やる気効果も100ついてるんで、練習性能としてはかなり高いと思います。でフリアは球速と肩、野手でも使える感じになってます。でコツはこんな感じで、一応野手のレーザービームがついてます。でタックは 70% で固有がついて、で基礎ボーナスとして技術ボーナスがついてます。得意練習率アップがついて、筋力ボーナスもついてんのか、固有で。で練習効果もついてるんで、まあ強いねっていう印象。まああとは50で何がつくかもよくわかんない。あと一応見ると天久連れてきてます。後世であとは鳴宮と川上を連れてきてます。まあこれでやっていきましょう。じゃあまた例によって、まずは稼ぎたいんだけど1人しかいないやんけ。じゃあどうせ1人しかいないんだったらこれだね、みんなの評価を上げて、鳴宮ちょっとあれが微妙なんだよね、精神量が。コツイベント発生率どれくらいアップするのかよくわかんない。で天久はね、球速コントロールコツレベル16で使えるっていうのがね結構いいと思う。まあ、1っていうのもまあ微妙だけど、ただ2種類ついてるからね、全然人がいねえんだけど。あれちなみに監督ってどうなんだ、今までキャッチャーだったからさピッチャー引っ張ってきたけどさ、まあ、その帯同を考えるんだったら、野手引っ張ってくるんだったら監督はやっておいた方がいいけど、野手も投手練習に来るようになる。まあやろう、これはちょっと帯同のためにやっておこう。人が少なすぎるもんだってこれ。これで6でしょ、まだ全然足りてないもん。1人しかいないわ本当に。じゃあなるべく弓代ゆかちゃんだっけ、早めにタックを組めるようにしましておきたい。俺がエースだ、悪徳。放っておくとあれだから、体力が回復しそうだから加わろう。おお、いいね、経験点は大きい。でそこからちょっと本当に監督早めに引っ張ってこよう。ここだな。で守備連にしか野手が来ないってことでしょ、守備連と精神しか。いやそれは厳しいよ、抑えのスペシャリストってか。イベント内容かわかんねえ。でこれは福井部じゃないから、これリリース丸とかなんかつきそう。いざという時は頼りになるな、いいやつやった。でちょっと監督やろう、まずは監督。監督は重要だね。だからでここであとはまあ例によって見つつ、2人コーチがいるんでちょっとここにしておくか。こっち何くれんの、ちなみに金徳、まあ、魂もくれるからね。ナンバーズ対左で古谷、ここは1人、片岡監督か。ちょっと体力ないしやっとこう。だからまた例によって東条だね、東条引っ張ってこよう。東条は12、声を出していきましょう。一緒になって悩む、緊急登板で次東条引っ張ってこよう。
いいね。いないかな。いないけど、もう帯同はさせたいんで、ここだな、じゃあ。え、吉川さんどうする？使っちゃう？回復してくれなかったし。エースってなんだと思う？け、体力は減った。経験点を手に入れたけど。俺 C いらない。調子あって。お前意味がわからん。で、じゃあチームメイト評価ちょっとプラス中しておこう。とりあえず受け取っておこう。で、一応休息ができるようになったけど、さすがに死んでしまうんで、ここは寝る。ちょっと体力持ってかれたよね、確か。じゃやる気が下がったのかな。最後持ってかれんだっけ、体力。ここかな。ここだな。で、2回目。癖をなくす。一応進めていくは進めていく。本物のエース。え、わかんない。そんな言い方ないとかにしとこう。あれ、終わっちゃった？いや、わかんない。もはやわからん。あ、コントロールも精神上がる可能性あるんだ。なるほど、それは覚えとこう。帯同はさせたい。バックアップレベル上げときたいけど、フルヤが急速オンリーだから、ちょっとオンリーのやつから先に上げていこう。他のやつはちょっと見ながら考える。でバックアップレベルが上がって、チームメイト評価上がって、ここで結構上がったよね。あとチームメイト評価が上がっていった。やった。で13で18でしょ。いや無理だな、これまた寝ざるを得ないか。骨イベント発生率アップ。あ、ちょっと甘したやっとこう。やるだけやっとこう。やることねえから。え、そんなの知らん。何を言ってんだかよくわからん。よし。で、ただ引っ張ってきたいは引っ張ってきたいから、もうここは寝よう。両方今は体力あり余ってる。臨床ポイント手に入るんだ。で、休息。ナルミアも休息しかないから、2人引っ張ってこれるんでやろう。一応3にはなった。ナンバーズ。え、これ何、どっちがいいんだ。これをちょっと調べよう。使え、ナンバーゾーン。さて12でしょ今。200。さすが3あるだけあってめちゃくちゃ入るな。200やろう。あまひさがまだ上がりきってないからね。その分ちょっと体力が全然足りない。で、ここでまた持ってかれて、変化球か。変化球はもう上げときたいけどね、無理なんだよな。1人か、帯同できるのが。いや無理だよ、これは無理、本当に無理。一応チュンチュンでだいぶ回復したけど、これ何、野球道具にしとこう。いつもあんま使ってないからよくわかんねえんだよな。順応。川上は勝手に進んでいく。わかんない。コントロール200。めちゃくちゃでかいんだけど。200。シラスってなんだ。まあいいや、ちょっとシラスを引っ張ってくる。あれ、敏捷ポイントは変化球ポイントになるのか。だいたいそんな感じだな。げっ、何も手に入んなかったんだけど、ひどくない？コツすら手に入んないとかさ、そんなんある？変化球ポイント回収しとこう。
これ混ざってみよう。回復するか、混ざっても回復はするんだ。コツが違うだけか。でここはもうバックアップレベルが上がんないからちょっと帯同だな。もうそろそろさばいていかないとあれだよね。カチュー、あったね。そういえばこいついつも弾浮くよな。まるで進歩がない。寝れない。マジかよ。あ、変化球 25%1 人。球速上げてこう。148で、だってなんもないよ。骨指1人使おう。手伝おう。精神、まあ、3人からここやるでしょ。でこれはなんだ。これもわかんねえ。わからん。でクリア。クリアもわかんねえ。あ、勝手に勝手に進んでいくやつがマジで助かる。本当にわかんねえかな。変化球2人。吉川さんがいるんでうまくいけば回復もしてくれる。また魂ダメだからね今。ちょっと奥村がいるってだいぶ楽になるな。変幻時代エースの風格だと使うか。でメンタル人がいねー。ここ190か。一応ねこれまた持ってきてんの。使おう。190だし使おう。2人持ってこれるしね。でゾノを持ってこれたけどまあ別にっていう感じなんだよな。筋力はね問題なさそう。だ技術だな。これなんだっけ、これ回復できるんだっけ。違った。なんかどれか回復できたよね。もう忘れたけど。変化球43か。死ぬな。ここ死ぬタイミングでいつも。ああそうか、川上が銃で使えるのか。じゃあ使っとこう。アニソン変化球2人いる。よしやろう。あれそういえばさ、東条やってなくね。これがわからん。またあもう2回目は勝手に進んでいくか。そして健康に過ごす。中吉最近大凶出てないな。いやまあ出なくていいんだけどさ。そんなバックアップレベル上げるか。なかなか来ないわ。さてどっちになる。どっちもいいや。精神3になるな。技術足りなそう。こいつ何も成功しねえわ。で球速はだってもう関係ないでしょ。ここは人がいっぱいいるでしょ。じゃあコントロールしとこう。これで東条が来たね。え、これは一旦休め。で出よう。魂は15しかないけど、ちょっと東条よ。東条のメンタル回復量やって、もうどっちもいいや。やってーの、これかな。回復してくれ吉川さん。奪三振。てか何かが溢れそうだったな。川上が勝手に進んでいく。943コントロール上げてこう。であと適当にスライダーでも上げてこう。さてメンタル
まあここだね。沢村そもそもまだ乗ってねえじゃん。マジか。なにこいつも失敗した誰も成功しない。金徳の数が少なすぎる。寝よう、寝るしかねえ。ふて寝しよう。これはしかも一番最悪のやつじゃん。でようやくちょっと変化球だな。これはもうバックアップレベル上げないと話にならん。で変化球で天久さんもバックアップが変化球だから、おお、こいつらが2つ稼いでくれんな。その代わりで結局1になるのか。技術は1のままか。まあしょうがない、そういうもんだ。だから川上はあれだったよね、やっぱりあっちにしとくべきだったんだよ、技術に。夢城とか全く来ねえな。もともと確率は低いからね。ってことは精神麻生が必要だ。そろそろ麻生を引っ張ってきて、ある精神使おう。上でいいや、どっちでもいい。伸び、あ、いいのもらったな。で126、1人か。精神が3だからか。スタミナをちょっと上げていこう。球速152、やっぱ技術が足りねえわ。126でも次1人っていうのがな。技術、技術か。金回る前、ちょっとこんにちは。打たれ強さ、なんかもうコツを取る気にすらならなくなってきた。変化球、あ、バックアップレベル上がんない、やろう。爆弾を抱えてしまった、しょうがない。それもまた俺の差がだ。これ誰がいい、クリス先輩。タイピン、スタミナ、これはもうここだな。で投手とりあえずスライダー7にしとこう。でここ落合コーチと知らず、今更別にサボり癖になってもなっていう。で川上はもうすでに持ってきたから、ゾノか。あとゾノをどうするか。ゾノか、1人か。ゾノ1人か。まあ、うわー、ここ変化球が半端ないっていうか4人いるね。ちなみに何くれんの、精密機械か。バックアップ経験点2倍か。どうする ?263500 か。でけえな、4人いるからな。使っちゃおう、これはちょっと使っちゃう。ある程度のところでも使う。で、あげられるものをあげてこう、間違えた。うん、適当にカーブ。順番に行こう。めんどくさい。ほら、行け!で4つになったから完全燃焼なんだ。で1年生入ってきたけどさ、1年生キャラもちょっと確認しとこう。あとゾノもやってないんだよな。あ、奥村はちょっとやるとして、総変化量に応じて精神、球速に応じて変化球、コントロールに応じて筋力、技術、あ、スタミナに応じて技術。これはだから全部上げといていいのか。急速、コントロール、スタミナ、変化球。あ、いいねいいねいいね。だからスタミナを上げたいね。スタミナを上げたいんだけど、それだけのあれがないんだよな。79、79、150。これも結構ばらけてるからな。
89。でも寝たいは寝たい、寝たいっていうかメンタルで休みたいは休みたいよな。スタミナか、スタミナちょっと上げ切るか一回。ここで勇気が持ってこれんのか。ちょっと一回やろう、これ一回やろう。どうだ、いいね。一応魂2個くれんの結構美味しいな。マジでメンタルって練習に来ないよね。ここやりてえ。回復とかあったっけ？ない。変化球ポイント、球速はだってもう152あるから、まあ割とくれるはず。ちょっとスタミナに振っとこう、エースにしとこう。で練習3倍って言っても変化球自体はプラス120か。 37% はマジで死んでしまうからな。やっぱこっちやな、ちょっと無理。でやる気がなんかしないけど上がって、球速悪くないね。コントロールに応じて経験点か。コントロールか、ここ2人持ってこよう。変化球ポイントを使い切るか。カーブ、技術が本当に足らんわこれ。技術を引っ張っていきたいんだよ。で金回りは回復ができるから、ちょっと金回り使うか。ここ減ったし、ちょっと今回金回りを使います。はい、マジでないんで上でいいよ。限界に達した。でまだ20残ってるからね。94、技術94でかいな。4人いるか。練習経験点3倍とかって、あもう使っちゃったから無理か。ここで3倍使うのもありだったな。ダブルタックになってるからね。まあいいや。で奥村が持ってこれたな。奥村やるか、まだ間に合う。ゾノ来てないけど、もうゾノとかいいや。練習だけ見よう、練習だけ見て。94か、いいな。沢村のコツか。生徒魂をちょっと、待って待って、誰が帯同できるかだな。ハルッチか、ハルッチは練習だからな。だったらちょっとこっちにしとこう。コントロールに応じて筋力、コントロールに応じて筋力、コントロールを上げよう。 B までしか上げられないか。やっぱ技術が足りてないからか。じゃあ聖堂魂だな、取っとこう。分かんない雰囲気、精神、まあいいや。でここでちょっと一回技術を稼いで、コツリリース、あこれ回復してくれるから嬉しい。でよ、今度は誰を引っ張ってくるか。みゆきふるや、倉持はいらんわ。まあ、ゾノか、ここはここで悪くないね。いやここも悪くねえな、技術が結構取れるな。ここにしよう。引っ張ってこれるのは鍋ちゃんと浅田か。よし、これにしよう。いけ、コーチが来た。ちょっとわかんねえ、これ誰が引っ張ってこれるのかの基準がわからん。まあいいや、でも怪我しないとか。でここはここで悪くない。今度は高さはいいや。200ゾノ、ここも誰が来てもいいな。ここにしよう。バックアップ経験点2倍、使いたいけど使える、使えなくね。もう使ったもんね。練習の経験点が上がったってしょうがないんで、ちょっと基礎能力を上げていこう。よし、 S にはなった。よし、これでいいや。で、
総変化量に応じてっていうのがだからしょぼいのか今のところ。これででも上げ切ればよくない？総変化量なんて14あれば十分でしょう。いや、わかんねえけど。スタミナ。いやー、マジでメンタルが全然だな。これでカーブ、一応6。で、筋力、精神。筋力、精神。まあ、精神もそんなにあるわけじゃないか。筋力でも上げて球速を上げたい気もするな。でもそれに対応する技術がない。敏捷がなぜか上がったし。スタミナ、スタミナだな。いや待って、これここでありだな。ここそろそろ寝ないとまずいか。お、スペシャルメニュー、ミスターゼロ。ミスゼロか。あ、メンタルようやく来たわ。これちょっと上げとこう。もう6月になっちゃってるけど、誰もいないけど次帯同が。あ、そうなってなんだっけ。だから、あ、技術か。スタミナに応じて技術。あ、これもらっとこう。ください。俺はいい。よし。で、結構技術を稼いだんで、で、変化球をだから上げてこう。はい、カーブ、次。スプリットにしよう。で、で、メンタルを上げとこう、これは。ようやくだよ。また来てるし。こういう時に限ってくるわ。才能させたいんで、まあ変化球かな。そうすると川上とかもさ、全然コツ潰してないよね。やる気のなさがにじみ出ている。さて、もうちょっと稼ぎたいは稼ぎたいからね。79-79はでかいけど、ちょっと体力的なことを考えるとさすがに甲冑は掴んどこう。ここで低め、リリース、脱三振もいいや。掴んじゃおう。甲冑対強打者、ミスゼロ3ってことは、もうここら辺でいいや、わかんねえ。で、ここ回復、筋力44からの106か。106だったらいいんじゃないか。8で経験点3倍だったら悪くないよ。トラックのタイヤいけ。失敗みたいなのあるんだ。知らなかった。一個稼いどこ。これで学んだ。失敗的なのをするんだねっていう。コントロール55か。誰もいねえ。だったらいっぱいいるところがいいよね。ここで試合になってしまった。エースナンバーなんだ。まこのメンツでいけば俺がエースだな。どうしよう、超めんどくせえ。これにしよう。さて、どうなってんの。怪盗とエースの風格、これ取っとこう。完全燃焼取っとこう。あ、精神が全然全開なんだ、骸骨が。まあいいや、これで。まあまあまあ、経験点が少ない。さて、いやー人がいない。いや、ここで寝るか。いっぱいいる、いっぱいいるけど死んでしまうよ。怪我をしない。怪我をしない価値ある。ここで誰引っ張ってこれるんだ。ユイ少年引っ張って、ゾノも引っ張ってくれる。いや、わかんねえ。
やあるから、いや待って、寝よう、おとなしくしよう。ここはで、ここで引っ張ってこれる人を、倉持とかはいらんな。由緒をね、引っ張ってくるか。練習もまあ悪くはないからね。よし、こうしよう。肘が痛いけど、キレ。さて、ここもポコポコ打ってこう。で、変化球、今何上げてんだ。スプリットか。やはり試合経験が少ない。もうこれはしょうがない。さて、では由井少年、精神か、回収しておこう。一応216、261だったらまあ溢れることはないんで、もう使うのこれしかないからね。てか、ナルミヤのさ、コツアップが全然もう分かんねえんだけど、何の実感もない。緩急、ハイスピンジャイル、なるほど。ここ悪くないね。よし、ここにしたいけど、態度が1人か。ここはいっぱい帯同できるな。いや、経験点はここなんだけどね。次のことを考えると、技術を帯同してくれるんで1人。ここだって精神が1人でしょ。ここだ、次を考える。やっぱ青銅高校はね、次を考えないといけない。チームメイトのやる気上がるけどさ、俺のやる気上がんないんだ。あ、ここすげえな。対等キャラがいない。で、ここはみゆきと、やっぱり技術だな。今足りないのは、まあ技術だから、ここ。技術2人引っ張ってくれると多分結構違うんだろうな。ここもポコポコ打ってく。で、変化球はちょっと上げられるだけ上げておこう。あとは金徳を、まあ、完全燃焼取れるから取っとくか。ミスゼロも取ってあるし、ミスゼロとか多分全然役に立たないんだろうな。根性、闘志、ポーカーフェイスとか。回答は無理だな、経験点的に。点取られるから全くミスターゼロになれないんだけど。さて、ここはちょっとメンタルで回復させたいけど、 17% か、無理だな。まあ、せっかくな、3人か、 17%。 あ、ここいいな、技術2人いるね。あ、でも筋力と技術になるか。 12% か、ギャロで、最後はもう精神に人が集中することを祈って、で、そんな経験点があるわけではない、貯めておこう。実績点5。めちゃくちゃ点取られてんな。いや、もう自動だからね、しょうがない。っていうかさ、まあ能力的な話になっちゃうからだと思うんだけど、最後メンタルが来てる話になるからだと思うんだけど、4番がみゆきじゃない4番がゾノになってる。まあそれはね、能力で判断されると思うんで、しょうがないことですけど。タイピン、精神稼いだからタイピン取っとく。500あるしね。はいはい、と体強さも取っとこう。で、キレ、せっかくもらったから取って、緩急とか無理か。怪物球威かドクター系だな。だったら緊急登板はいらない、うん。精神が若干余ってるんで、精神を大量に使うやつってなると、まあ闘志かな、これでいいや。
むちゃくちゃ影薄いけどさ、矢部くんいたんだ。しかもレギュラー張ってたし、外野の。頑張ったんだな、この中で。矢部いたわ。普通に今出てきたわ。全然気にしてなかった。めちゃくちゃ影が薄い。さて最後いくつだ ?20 か。で、経験点的にはまあそうだよね、投手だもんねっていう。ただやっぱね、精神練習オンリーの人って全然たっくん出てこないよね。まあもうそういう風なあれになってるからしょうがないんだけど。変幻自在とるか。怪物機能いけそうだな。で、大丈夫。怪盗はさすがにもう無理。それを考えると、あとはコツがあるやつ。緊急当番。順応。制圧取っとくか。変化球対抗心。経験点の使い方としては悪くはない。こっちもいらない。特になんか、上限アップとか、二次得を取得してるわけじゃないからね。これはね、変わってないから。あとはただ順位が落ちるのみだから。という感じで。まあ、ただ沢村とフリアは悪くはないんで、次ガチャで出てくるのかな。次ガチャで沢村、フリア、ハルッチの3人がピックアップで出てくるのかな。まあ、金徳2つ取れる。2人とも金徳2つ取れるんだよね。上限アップは確かなかった。全然上限アップなかったかな。そう、上限アップはないんだけど、金徳2つ取れると考えると、まあ強いキャラになってると思いますので、まあ、出たら引いていきましょう。というわけで今日の、レンタルサクチャイこれで終了します。お疲れ様でした。